があれか。どうも、ギフ FPV です。皆さん、お久しぶりでございます。本日は皆さんご存知の通り、シーズン始め、ウィングヒルズスキー場に向かいたいと思います。今シーズンもカメラマンをやってくれるさっちゃんです。お久しぶりです、さっちゃんです。ウィングヒルズの最大の特徴は何といっても、西日本エリア最速オープン。今年は11月3日にオープンしています。でも温泉があります。あ、あるね。まあ、スキー場直結で満天の湯っていう温泉があるので、帰りにすぐ入ってゆっくりできるっていうのがいいですね。いよいよ今シーズン初リフト、初滑り、いえ、どうすか感想は。ただいま。ただいま。いや、ちょっとワクワクするね。ただこのシーズンはやっぱり紅葉と、はい、紅葉とスキーが両方楽しめるということで、体力が続くまで本日は楽しみたいと思います。ノーウェブパークはね、まだまだやね。ここは左の方。あ、あそこなんかやってんね。再来週はあそこ。とりあえず今シーズンは、まあ、また怪我なく無事終われるように。シーズン1本目滑りました。どうですか。やっぱり狭い狭いいや、最高に楽しいですね。これはもうまだ来てない人は来るべし。家でゴロゴロしているスキースノーボーダーは来るべし。意外に空いてるし。あ、意外と空いてる、ね、意外と空いてるし、バーンは閉まってて、うん、朝一なんでまだ平らなんでね、うん、すごい気持ちよく滑ることができます。記念すべき1本目は楽しく滑ることができました。今日は10本ぐらい行きたいね。10本は行きたいですね。いや、10本ぐらい滑る、休憩しながら10本ぐらい、感覚を取り戻したいと思います。ストックを1本落としたんで回収していきたいと思います、はい。開始早々ストックを落としました。係員に行った方がいいのかな。係員が落としました。係員に落としましたと言って、なんか取ってこいって言われれば取ってこればいいし、取ってきますよって言われたら取ってきてもらった方がいいと思います。何回か滑りました。もうすでに足が筋肉痛、そしてもう路面はね、ボコボコガタガタ、もうすでに朝のツルツルな感じはありません。ボコボコガタガタです。暑い、うん、そして暑い。今日ね、ほんと天気が良くてね、いいですよね。紅葉も綺麗で、このシーズンならではの楽しみがいいと思います。水を持っていきましょう。喉が乾く。喉が乾くね。あ、汗かく。汗かく。気温とか天気にもよりますが、ガチガチの上じゃなくていい。こういうミドラーが、うん、でいいよね。で、中は T シャツで十分。十分。あとは
まあ、ポケットとかに飲み物を入れておくと、まあ、いいんじゃないでしょうか、ね、ちょっとアルペンボーダーはちょっともうちょっと広くならんと気持ちよく滑れないかなって感じですね。まあでも雪の上に立てるだけで幸せ。これ次で6本かな。次5本にするなど。で我々はまだ5本しか滑ってないけど、ウィングヒルズの食堂でいやご飯にしたいと思います。なんか美味しいのがあるらしいですよ。美味しいのがある。何が美味しい？なんかハンバーグがうまいらしい。ハンバーグがうまい。じゃあハンバーグ。じゃあ私ハンバーグにしようかな。ウィングヒルズスキー場1日滑りました。7回。リフト7回のみ、おじさんの体力の限界が来たということで、これから疲れを癒しに温泉に行きたいと思います。確かに紅葉がすごい。紅葉がすごいです、ね、いやこれね紅葉めっちゃすごいね。駐車場からもめちゃめちゃ紅葉が綺麗。いやいいですね。ということで我々は今から温泉に入りたいと思います。温泉に入り帰路についています。今日も一日怪我なく楽しめたことに感謝して、とりあえず年の抱負ということで私とカメラマンのさっちゃんここで抱負を宣言したいと思います。1日の滑走距離150キロを目指したいと思います。皆さんの役に立つ動画をお届けするということと、今チャンネル登録が700人ぐらいなので1000人目指して頑張りたいと思います。そしてアルペンボードも今よりもっと上手に滑れるように練習したいと思います。このチャンネルでは山登り、スキー・スノーボード、ドローン FPV、価値ある情報を配信していますので、よければチャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ゲレンデは硬く、予想通り狭い。あ、腕が。無理無理無理。